それでは参りましょう。準決勝第1試合第1セットです。波動ファイト。まずは心のステータスからご紹介していきます。一番奥側シャミセン選手が1135、真ん中カミさん選手5311ですね。そして山高選手が1135というところでございます。対するミスター一番奥側ズーマー選手5221、真ん中サササ選手2152、チョコ選手5221といったステータスです。またまたミスターここでね2151というステータスを編成で加えてきました。ここで1対1、残り時間は40秒、半分を切っております。この、ね、10枚のシールドをミスターチャージが5で、ササササ選手シールドを積極的に割っていく。ズーマー選手とチョコ選手はね、こうシールドを割りながらも狙っていく。さあここで脇シールドとコートライン上の間ですかね。残り時間は20秒、1対2、ミスター側が1点のリードです。さあ上さん選手がライフ1枚、ここ割れ毛を気をつけていきたいところ。残り時間は10秒、おーっとここで接触、残り時間は3秒、試合終了。2対5、ミスターの勝利となった。それでは早速参りましょう。準決勝第1試合第2セットです。波動ファイト。さあまずレッドサイド和心のステータスから一番奥側三味線選手5221、真ん中山高選手1135、そして手前上山選手5221といったステータスです。対するミスター、こちらは同じですね、先ほど同様真ん中のサササ選手が2151で、両サイドのズーマー選手チョコ選手が5221といったようなステータスとなっております。さあここでまずはミスターが2点のリードです。さあここでサササ選手とズーマー選手がライフ1枚なので、ここ気をつけながら点数を取っていきたい。和心は前に攻めて取っていきたいが、両サイドアタッカーがライフ1枚なので、なかなか攻めにくい状態ではあるかなというところでございます。1対2、和心返していきます。ここで同点2対2。さあ和心全員がライフ1枚、残り時間は20秒、ライフ1枚だが攻めにもいけるミスターはここで足止めしていきたい。ミスターこれで勝利すれば決勝進出、真心が勝利すれば3セット目突入。1枚で粘る粘る粘っていく、残り時間は3秒。さあ延長戦に入ります。さあどちらか1点取った方の勝利、圧倒的にライフの数はミスターが有利となっております。それではスタートです。さあどこを狙っていくのか、絞っていくのが非常にね大変な。おー、ズーマー選手が真ん中の山高選手を取って2対3、ミスターの勝利です。おめでとうございます。